おさげさん。昨日とは打って違っての幼いスタイルです。21時からベッドタイム配信をしようと思ってて、それまでちょっとフライングで21時1分からしますね。劇場公演ありがとうございました。みんな応援してくれた方、ブルーとオレンジのサイリウムを振ってくださった方、みんなありがとうございました。昨日配信した時点では3時公演ってこと知らんくて、気づいてなくて、てかあってなってショールームできることに気づき、配信の、配信じゃない、大学の一言かいよ。そう、今日ね、そう、15時からって不思議じゃない？なんか変な、公演終わった後外出たら、ま、明るくて不思議な気分でした。そう、マジックテープの音が嫌いやねん。初めてここ、多分あゆかが言わんかったら絶対ファンの人は知らんかった、何ことやねんけど、ほんまにマジックテープの音が苦手やねん。言ってこんかったけど、まあそんな言う機会ないしね、嫌いな音ですとか。もうなんか耳が裂けそうに嫌な音で、いつも早替えの時とかもうほんまに嫌いやね、あのビリビリっていうのも。考えただけでもね、もう耳がムズムズするね。なかなかあの音嫌いってさ、ちょっとなんか生きづらいかなって思うけど、意外とマジックテープ最近なんか減ってきて、どちらかというとなんかボタンプチプチってやつの方が多いから、そんなに最近は困ること減ってんけど、みんなもよろしくお願いします。まずほんまに近いマジックテープ嫌いなのでアユカがいつもね気づかずにビリビリってやってんねんけど、でも途中で気づくね、あ、ちかさんってなるねんけど、優しいよね。え、音のシーンマジックテープとかあんの？なんかさ、暗いな、電気が。あれ欲しいな、あのライト、配信用の。ずっと欲しいな欲しいな思って、やっと買ったら壊れて、まさかの。顔まんまるじゃん。めちゃくちゃ今日の髪型が
赤毛のあんちゃんならぬ赤毛のちかちゃんだって言われて、確かになんか前髪と感じといいね。ほんまに遠く帰りやってきた人おったらほんまにもうね雷落ちるよ。もう会話できひんくなる、もう耳塞ぐもんこうやって。幼いよね、何歳って感じ。赤チカだ、赤から行きたい。赤からの8からやりたい。麻痺しそう、口が。バレーバレーしてる。お疲れ、今夜お邪魔しました。髪型ゆきでした。え、嬉しい。喜んでおります。自分じゃこんな朝ピンって立ったりできひんからさ。そうだね、今日ペア枠多かったね。確かにびっくりした。ペア枠、お友達っていうかな、2人で座ってらっしゃる方が多くていいよね、2人で来れるって。また1人では心細いよっていう人も来やすいと思うし、ストーリー見てあゆかと合わせるかと思いました。長さが違うからなかなかね、それは難しいねんけど、あゆかが隣で可愛くご飯食べとったから、あゆかこっち向いてって言って、まだメイク前の2人っていう。1分から始めようかしら。楽しかったな今日の公演も。なんかお見送りの時間までもが楽しくて、なかなかさ、あの今お見送りって話したらあかんから、まあ、口パクだったり身振り手振りで気持ちを伝えるねんけど、ファンの人も頑張ってさ、メモしてきてくれたり、うちわだったり目線だったり、それで伝わるっていうのが、あ、幸せだなと思ったし、やっぱり一番は直接会いたいなっていう風になりました。だからみんな今トーク会、オンライントーク会とツーショット写真会、オンラインの応募してください。お話ししましょうね。いっぱい話したいことあると思うし、締め切りはもうすぐなので急げ。急げ急げ。8月は多分公演いっぱいありそうなので、
ね、30秒以内にツーショットだもん。チカが撮るような、確かいいタイミングで撮るよ。ちょっとお話しして、はい、行くよーって言って。お盆休みか。なんか地下の中でのお盆休みのイメージって海のクラゲがめちゃくちゃ発生するイメージあるねんけど、わかるかなこの気持ち。海だから、お盆休みは絶対海行ったら行きたくないって言ってたのを覚えてる。昔何回かクラゲに刺されたことがあって、そう思うね。もう怖くて、怖い思い出しかない。海ってさ、自然豊かだけど怖いよね。自然の狂気じゃないけど。そう、刺されたことあるからさ、トラウマやねんな。チク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 ってやだ、怖い。あと3分後ですね。なあなあ、晴れるの？うん。晴れはしんかったけど、なんか刺された瞬間のなんか違和感、うわ気持ち悪っってなるのがトラウマです。でしかもちょうどその時にクラゲが普通に泳いでるのを、なの、あの自分の目で確かめたから、気をつけてねみんな。全然行ってへん海とか、行ったとしても泳がんよね、もうもはや今。海見てこう、例えば泳いでる家族と言っても、家族が泳いでるのを見てるのをでなんかもう十分か。あと2分、一言変えよう。おかえりにしよう。お家帰っておかえりなさいって言ってもらえるってさ、幸せなことだよね。しみじみ思う。ついでにガチャ回そう。アイコン出ろって。全然出えへんよな。ピオが出た。お、2枚キラキラがあるぞ。あ、あゆかまるや。あ、あゆかまるとランさん出た。ってことは S 面で固まってるから出るんじゃね、この感じでいったら。レオピー。あ、とミキちゃん、伊藤ミキちゃんかな、研究生の。はい、出ろ出ろ出ろ。願い、願い出た。あ、やべ、あともうみんなベッドタイムの準備してくださいね。出へんよな、これほんまに。あとラストしよう。9時1分に入るやん。準備大丈夫ですか？ただいま、ちなみに符号です。15秒前、ぴったりだよ。あ、やばい、画面が暗くなったぞ。7、6、5、4、3、2、1、Thank you.
近くまで。お、発見しました。嬉しいですね。ちょっと待って、キュンです。見てくれてるかな、配信見てくれてる、見てくれてるからか、タイミングあるのは。でも下になっちゃった。雑談しながらの配信にしよう。最近ね、ある大好きな先輩と久しぶりに会ってんけど、いっぱい元気もらいました。で、その人とはちょっと帰り道にそのスニーカーを見に行ったら、欲しかったスニーカーがめちゃくちゃ高くて、でも可愛かったし、なんかもう体してもいいやって思えたスニーカーやから帰ってんけど、可愛いね、めちゃくちゃ、めっちゃ高かった。でも絶対な、 MC でも話してんけど、元値より高すぎやろってぐらいやったけど、怖いね、人間ってさ、ほんまに欲しいものやったらちょっと高くても買うんだろうなと思って。もう当分変わんな、我慢しよう。そう、節約の8月なんで、地下の目標お洋服は買いません。もお洋服買うのがなんか生きがいなところあるけどね。そう、あゆかがご馳走してくれるから恥ずかしすぎ。お、いちいちゃん、そう、おしゃれがね、好きになっちゃったからね。お、近くクルーが1位で上がってくれました。確認されちゃってんけど、やだ。今一番食べたいものは親子丼。多分親子丼ブーム来そう。また貧民になった。ね、今のね、大好物はアボカドピスタチオ。アボカドピスタ、パンがめっちゃ好きで、なんでやろ、最近なんでパン食べる機会があったのかな。なんかでパンをめっちゃ食べる機会が増えて、あ、わかった、あれじゃん、ザ・シティ・ベーカリーの、あ、5分に入ります、15秒後、今ちなみに大貧民になりました。入ります、ちょっとあの、これ入ってから言います。今大貧民でございます。あれ、5分だと早い ?1 分に入っ、あ、5分だね、はい、入ります。3、2、1、5、入った。あー、近く来るおらんかった。はい、じゃあ話します。え、何の話だったっけあれ、何の話してたっけ、忘れちゃった。あ、そうそうそう、なんでパンにハマったか。そう、パンにハマった理由がザ・シティ・ベーカリーのさ、あの白馬岩竹のクロワッサン美味しかって、そっからそのシティ・ベーカリーがある店舗に行ってクロワッサン買って、そっからなんかパンに急にハマりだして、なんかそこに限らずパン見かけたら買うようになって、シティ・ベーカリーが地下を悪くさせましたパンに再熱させました。でも絶対パンよりご飯の方が好きの方がいいからね。いやだな、パン美味しいもん。え、でしょ、めっちゃ美味しかった。あれ、そう、コメントでも書いてんねんけど、めっちゃ美味しいね。なんか、なんやろな、あのしょっぱさといい、塩気といい、ちょっとだから今度買ってきてもらおう。
名古屋にもお店できてほしいな。え、ほんまに10月に名古屋にできるみたいですよ。それはガチですか。ちょっと待って、これちょっと待って、台風が終わったらちょっと一回調べる。早く終われ。次は5分に入ったでしょ、9分でしょ、9分。調べたいけど早く終わらへん。見たい見たい。こういう時に限って全然終わらへんね。ほんで時間になって見れへんね。はよはよはよ。なんかこれがねちょうどいい長さがなくてね、困ってて。ほら見て、なんかあっちこっち見てるやろ。あ、無理や、調べられへん。ゴールしました、符号です。でも10月にできるみたい。え、めちゃくちゃ嬉しい。それはほんまに大好きやねん。太りそう。無理だ、調べられへん。ちょっと次の試合ちょっと早くやるぞ。巻いてこうってスタンプ作ろうかな。巻いてこう。はい、15秒前。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。あ、入るぞーい。入った。巻いてくよ、次戦う人。あ、近く苦労の変化と。いいんだね。9分に入ったら次は13分。あ、これ革命できるやつやん。革命してやる。近く来るおらんから。678。カモンカモン。革命。めちゃめちゃ迷惑やろうなこの革命。だからかな。2枚出してください。3枚かーい。今すぐにお風呂入りたい。公演終わりはすぐに。公演なんか劇場にシャワーがあったらもう渋滞すると思う。公演終わり。でもよかった、なんか境名古屋にできたらさ、ちょっともうめっちゃ混むやんと思ったけど、意外となんか
まあ行きづらいっちゃ行きづらいよな、その場所は。って場所にできるんだね。来ました、大富豪。ってことで、調べます。はい、シティベーカリー名古屋。え、しかもこれ6月に発表されてんねんけど、なんで知らんかったやろ。10月 めっちゃ嬉しいねんけど。カノと行こう。え？ 場所がわからん。でも10月に行ったらさ、絶対混むからちょっとずらしていくか。うれぴん。うれしい。もうとりあえずまずクロワッサンだけ大量に買いだめたい。30秒後ですね。なんか普通になんかいろいろアレンジされてる卵とかツナとか入ってるのも美味しいねんけど、もう一番普通のやつも一番美味しいねん。はい、みんな15秒前ですよ。Are you ready? ちなみに大富豪になりました。5秒前。3、2、1。入った。近くここで2人会いましたよ。すごい、見てくれてる人や。近くクルーの頼もしいお二人ですよ。キュンです。あー、なるほどね。なるほどですね。にいないねんな。違えた。革命します。うざかったらごめんなさい。カヌレ食べた。あ、カヌレ？しかも今日朝ごはんカヌレ食べたよ。よし、1位です。大富豪です。頑張れ。画面が黒くなっちゃった。13分に入ったから次は17分ですね。あと2分後。何分だったっけ？13分、17分か。
あら、大富豪だからなかなか会えへんよって。悲しい、嬉しい、幸せな叫び。大富豪でもキープしてください。一番ポイント高いからこの時間。やっぱり30秒前です。よしよし。うわ、1位になれへん自分の順位。10秒前でございます。9 8 7 6 5 4 3 2 1。入りました。今ね、4分の1です。お、近く来る発見です。すげえ、チカコパラダイスついてるねんけど。チカコパラダイスが最高のさ、何？称号じゃない？じゃあお話ししながらやろう。何話そっかな。トークテーマください。はい、大富豪です。次は17分でしょ。21分に入ります。頑張れ。夏休みにしたいことか。うん、いや、みんなに会うことじゃない？直接現地なり劇場なりライブなり。アイドルとして100点満点の回答これを言うな公演やってて思ったもんは、直接話したいなって。オンラインサイン会とか手形会やっててもそうだけど、あと1分、順調ですね。よし、準備しておいとこう。30秒前ですね。ツイッターのね、遭遇情報を見に行ってます。みんなのツイッターのアイコンとかさ、ショールームじゃない、インスタのアイコンとかが近いのも嬉しい。10秒前でございます。8 7 6 5 4 3 2 1。 OK、 入った。はいほー。あ、地下探偵発見です。2人いる。お、2人いるじゃん。わいわい。
いいね、いいね。めちゃめちゃいいカードが揃ってる。暗いな、ここだと。こうしたらいいのかな。電気が暗い。嫌やな。はっはっはっは。大富豪です。革命しようかなと思ったけど、ちょっとやめとく。変なことはせずに。かわいい、めっちゃ好きやね。大富豪です。21分に入ったので、25分ルンルンルン。今日好調やな、大富豪。でも昨日の夜やってたら全然貧民大貧民続きで全然続かんかったな。25分。日によります。ハイアンドローしよう。昨日の悪夢を思い出したいけど。100ベッド。やばい、しびれた。難しいね、こういうハイアンドローとか。ああ、もう、まだ大丈夫だね。あ、無理、やめとこう。はい、入りますよ。10秒前。9 8 7 6 5 4 3 2。はい、ほう。大富豪の時はちょっと早めに入らないとなんか会えなさそう。入った。さあ、お、チカ子、クルー発見。チカ探偵いました。ハピネスや、チカの。あ、いいカードあげればよかった。あ、でもいいカードかな。いや、わからん。何を持っていいカードって思うかわからんから。デジャビュー、いつか見た夢は。懐かしいの。1年前の今頃はまだか。コント劇の稽古まだ始まってなかったかな。コント劇関連をしてたかな。バレエ見てるよ。
昔やったな、バレエ。全然できんかった。あ、朝めっちゃできた、手に。次29分ですね。順調にいけば大富豪。あ、順調じゃないかもしれへん、説浮上。うわ、これ革命された。ビエンすぎ。おこビエン、おこビエン、おこビエン。負けました。負けました。大貧民です。でも逆にみんなと会えるからいっか、たまには。たまにはね。うわ、すごい、めちゃくちゃぎっしり、がっしりか。ミクさんが言ってくれてる。うわ、超丈夫じゃん、このゴム。なんかしっかり、いい。しかも髪色に合わせてね、いつも色変えてくれるので、黒の時は黒にしてくれるし、今日はね、焦げ茶。え、はい、大貧民でございます。29分に入ります。30秒前。ハーマイオニーです。大好き、ショールーム配信で髪の毛取るの。面白くない？自然ハイマイオニーやって、ハーマイオニー。こういうのありそうじゃない、実際。巻き方でさ、なんかおしゃれな撮影とかやったら。10秒前。9、8、7、6、5、4、3、2、1、ゴー。入った。お、2人いました。近く来る。バイバイ。あ、階段できる。3、4、5って。え、革命できんじゃん。こっちでもいいなとか言ってやる。でも革命返しされそう。どうぞしてください、革命返しに。あ、革命返しするな、その感じは。8切り。あれ、革命返しじゃなかった。大貧民だとさ、革命することに躊躇なくなるよね。遅刻狂わないで、やめてくれ、都落ちは。悲しい。平和に終わりたい。ごめんね。富豪何分やったっけ、さっき。
25、29、33分か、2分後か。なんでこんな覚えてんのやろ。33分なのであと1分、1分20秒後。え ?25、29、33か。早く終わっちゃった。あ、待って、ごちゃごちゃ。はい、30、あと1分ですね。ガーリックシュリンプ明日食べるねん、お昼ご飯に。もうなんかそれをモチベに一日生きるって人。あ、やばい、みんな8、7、6、5、4、3、2、1、5。楽しみ、ガーリックシュリンプ、ガーリックシュリンプ。ね、すごく楽しそう。2人近く来る、いた、見てくれてる人かな。いいこと考えついちゃった、チカちゃん。悪い子だから。33分やったでしょ、37分。次、This is me。いいですね。なんかコサージュって言うんだっけ、こういうの髪型。Oh my gosh. あれ、反則負けしはった。マック禁止中やけど、チカが食べるのは食べたいって。みんなさ、だって優しいからチカの真似っこしてくれるやん。だってさ、食べたよって報告ツイッターで来て、ちゃんと見てるよ、リプで。ちょっと待って、ソバージュのことやわ。コサージュちゃうわ。コサージュってあれか、なんかこういうのペンダントじゃなかったっけ。恥ずかしい。やった、大富豪。さあ、明日食べる予定でいる。わからん、予定は未定なので、正直あくまでも予定なので。でも食べるって決めてる。もちろん食べた報告しもるよ。でもガーリックシュリンプはもうポテトいらんねんな。ガーリックシュリンプだけで食べたい。楽しみ。
ばい楽しみ。はい、みんな30秒後ですね。次なんだろうね、あの美味しさ。ちょっと待ってね、ガーリックシュリンプについて語るので。今15秒前でしょ。9 8 7 6 5 4 3 2 1 GO! ぶっさいく入った。近く来るおらんっていうな。何が美味しいかっていうと、まあガーリックシュリンプっていうと、まあエビがさ丸々一匹こんな風に入ってるのが油の中入ってって感じを想像するねんけど、もうそのエビが多分すりつぶされて、なんかハンバーガーのさパティみたいになってて、もうサクサクカリカリで、しかもその美味しいだけじゃなくて、なんか辛いのよね。ちょっとピリ辛で、いやガーリックそんな根気がする、いや来るわ多分来るけど、その後もちゃんと自分でケアすればすればですが、めっちゃ美味しいの。あ、そう、しかもそのガーリックシュリンプのパン、バンズもね、なんかセサミかな、ごま、あれなんか分からんけど、ちょっと違ったよね普通のパンと。なんだ、何か分からんけど、でも違う、握手会の時とかさ、ニンニクとかその別に気にせずやってたけどね。あ、ちゃんとその歯磨きとかさ、あのミンティアとか食べるけど、だからまあ気にしてるね、なんだかんだ。みんなちゃんと気にしてくれるよねありがとうございます、感謝します。優しい、みんないい匂い、でもいい匂いする人はねモテるよ、自然とふわーんって匂ってきたら。そう、期間限定ってよくないよね。そのちか好きな嫌いな言葉、期間限定かも。期間限定はよくない、それでさ買っちゃうもんみんな。次41分か。今年でも去年3個食べて、今年何個食べるかな。今年お昼ご飯困ったら絶対マクド行こう。はっ、大貧民の人に負けた、悲しすぎる、都落ちした、大貧民やで。みんな安くなったで、言えんすぎひん。20秒前。あ、待って、みんな入っちゃダメ、待って。あ、ダメ、みんな入っちゃダメ、待って。42分に変更します。まさかの準備できてなくて間に合わん。入った？42分に変更します。入っちゃったかな。42分の大貧民、あ、時すでに遅しだった、ごめんなさい、ごめん待てました、ごめんなさい、まさかのなんか間に合わんかった
今のところ一人だけ、あ、二人もおった。まあそういうこともあるよね。ガーリックシュリンプ、ガーリックシュリンプで許してください。はい、15秒前です。42分に入ります。返事9、10、9、8、7、6、1、入った。これで会えたらいいんだよね。会えへんかった。本当にごめんなさい。ガーリックシュリンプ、ガーリックシュ絶対やらん。公園では滑るって分かってるもん。次は42分に入ったからちょっとずれます。ごめんなさい。46分、ベッドタイムはとりあえずショルマイシンして、今からお風呂に入るので、またお風呂浸かりながらボーナスタイムもしてるので、そこでお会いしましょう。ちょっと外したら三つ編みはなくなってた。せやねん、とってん自然ウェーブ。お、早いね、1位の人。パス。あら、スペさん返しじゃん。スペさん返しほど気持ちいいものないよね。しかもその賭けもさ、難しい。あら、強いぞ。八切りじゃない？ほら、言った。オメガーシュ、大貧民な気がする。あ、貧民や。46、あと1分後。貧民です。次は46分に入る。16分30秒前です。ゴー、入りました。あ、ここら辺買った。あ、そういえばさっきいとこのお母さんと会った気がするな。 LINE してみよう。家族もやってくれてて、イベント関係なくやってくれてて、
すごいね。だからこそ偶然会ったらさ、すごくない？45分、6分に入ったから50分ですね、次は。目覚めたショールームのおかげで。ショールームしてなかったらほんまに帰ってね、こんな、ね、こんなとった床に寝てた。もうショールームやめようかなと思ったぐらい床で寝てたけど、あかんってなって起きてよかった、ショールームするって先に告知してて。逆にえらい人になりたくない、えらくない人になりたいよ。この人大好き。どんな難しい本にな、リアルな幸せ書いてない、あーうー競い合うことやめたら。これ SK に入る前聞いたことあったかも。 SK に入ってから好きになったのかな。富豪です。いいね、順調。あと2分、早いね。あら、忖度のおかげで都落ちせずに済んでよかった。50分、え、なんか早く終わっちゃったな。 This is me。 Twitter の遭遇情報見に行こう。30秒前。15秒前ですね。13、12、11。大富豪したら時間あっという間じゃない。7、6、5、4、5。入ったよ。いるかな。あー、おらへんかった。難しいね、なかなか。54。あと2回できるね。あと2回でラストですね。ねえ、合わんくなってきたね。なんかさ、やっぱなんもないこういうことしがち。言いかけて、いや別に大して言うほどでもないなってことに途中で気づいてやめるけど、でもチカがもしそれをされたら何っていうタイプ、教えてっていうタイプなんですよね。大変だぜ。お、おめでとう。
キリン。11。アメリカ。パス。もしかして貧民？あ、貧民です。貧民でした。悲しい。リアルのさ、リアルな地下のこの反応を見れる。配信しながら大富豪。うわっ、ジョーカー出されてもスペさん返しできんねんけど、このタイミングでしたら違う。反則負けになっちゃうからやめました。あ、大貧民や。大貧民でした。54分は大貧民でお会いしましょう。あと1分後。30秒前。やばい、油断できへんぞ。よし、9 8 7 6 5 4 3 2 1、入りました。あー、誰もおらへんかった。3、4、5。うん、弱いですね。ラストだ。次で58分で一旦ラストにします。なぜならば、今すぐにお風呂に入って公園の汚れを取りたいからです。今日もね、てか最近湿気な、湿度なのか分からへんけど、めちゃくちゃなんか汗が滝のように流れる。まあ、公園って絶対さ、まあ、汗をかかない日なんてないねんけど、滝のようにね、目に入るのが一番辛い。なんか別に泣いてへんのにめっちゃ泣いてるようになるのよ、こうやって。あと鼻にこう、ここにつくの、なんかムズムズする。わかるって、嬉しい、分かってくれた。Congratulations。 貧民か大貧民じゃね、この感じ。あら、もっとこの革命早くしてよ。本音。8切り。
貧民です。ラストは貧民として戦います。悲しい。なりすまし使おうかな。でも逆に貧民の方がみんなと会えるかな。40秒前。あ、やばい、しびれ切れる足の。よいしょ。14秒前。13、12。ラストですよ。みんなに会えますように。アーメン。6、5、4、3、2、1、5。入りました。あ、本日2回目の遭遇者です。だが、しかし、近くクルーです。すごいなぁ。会える人。こんなに一緒にみんなで会ってるのにさ、なかなか会えへんもんな。うわ、革命できちゃう。革命したい。おお。追いかけに出ちゃう。ね、ご主人さんの髪の毛がめっちゃ短いカードや。うわー、無理だ。これ革命したいけどまだしちゃう。やってくれへんかな、革命大富豪の人。あかんかった。え、革命してくれた。近くクルーが優しいのね。なんか、どうしよう。あ、ちょっと待って。どうしよう。本当に革命していただいて、すごい最低なことをしてもよろしい。あ、え、上がっちゃうじゃん。ペコリってされた。おめでとう。ああ、貧民ですね。でも革命返しで終えます。はい、貧民ですが、いい試合でした。ありがとう。1時間もこちらこそ一言変えよう。ありがとうね。よし、終わろう。みんな長い配信ありがとうございました。この後は今からお風呂に入るので、またお風呂入りながらぼちぼちしてると思うので、公園からの配信もみんなありがとう。明日から月曜日ですよ。頑張ってね。時計こっちの子。おやすみ。みんなまた見に来てください。一緒に対戦しましょう。明日までがオンラインツーショット会だったりトーク会の受付があるので、ぜひ遊びに来てください。待ってます。おやすみ。バイバーイ。